こちらは本殿裏手ですね。もうお世辞はもう風化の一途をたどっておりますが武田信玄とかが、ね、結構崇拝していた形跡で、結構やっぱり豪華な造りなんですけれども、もう時との流れは結構厳しいですね。もう風化しまくっていて、お世辞も朽ち果てつつありつつ、もうこんなにたくさんのお世辞があるのに朽ち果てまくってるので、もう大変なもんですよ。ゴロゴロ助けてくれって神様も言ってますよ、これは。ちょっとここら辺は直していこうかなと思います。